はい、どうも、マイ放送室へようこそ。え、なんか噛んだ？え、どういうスタートだったっけ、これ。ないんじゃない？まあ、さすがにね、やりすぎなさそうでね。え、日本語もおかしいよね。やばい、もうこれ。間違いなくハプニングの会でございます。どうも、マイ放送室へようこそ。私はマイケルです。横からヨッシーです。よしよし、今日はオフカメラで、参加するということでよろしく。ですね、気づけば本日は2021年9月24日金曜日でございます。前回ね、この放送をやったのが、どうやら去年の年末か、12月31日とかで、私なんか陽明臭のを見ながらやったっていう記憶。そう、それが最後やわ。で、さすがにね、まあいろいろあったね、もうそれ以来。ただ今回この回はね、なんか懐かしいトークとかそうじゃなくて、今のこう時勢ね、もう何でもかんでもね、コロナじゃないのね、まあ暗いニュースばっかりで、今回はですね、まあちょこっとこっちのコロナの状況というか、まあ、一つのハプニングね、題にして、マクドナルド事件簿その1、それ一つで、そして二つ目もちょっと似たような感じなんやけど、マクドナルド事件簿その2、はい、そして最後にオチで、朝一珍事件っていう、3本の話をさせていただきたいと思います。そうやな、これまあ残念ながらね、この初めてその最初の話、マクドナルド事件簿その1ですね、やっぱりね、COVID-19 ね、コロナと関係ある話なんですけれども、これね、実はですね、私久しぶりですね、うちの妹と話して、でそのニュース分かったの。そう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 、先ほどですね、紹介はせんかったけれども、ここはですね、カナダのアルバータ州の州都であるエドモントンという町ですね。ここはカナダですね。このバックになんかこうちょいちょいドラゴンボールの人物が登場してるし、その上にあの水曜どうでしょうの旗もね、あるんですけれども、これ一応エドモントンね、カナダでございます。そんで私の妹は隣のブリティッシュコロンビア州に住んでるんですけれども、これはね、ブリティッシュコロンビア州の8月中旬ぐらいのちょっと残念なハプニングでございます。はい、まあこっちもですね、日本と同じようにちょっとコロナ、ちょっとひどく、なってきまして、そんでやっぱり外出とかね、外食とかやっぱ制限がですねかかってるわけですよ。うん、そんでですね、ポートアルバーニという、町、これね、あのバンクーバー島にある、ね、ポートアルバーニという、そう、ポートアルバーニという町なんですけれども、そこのマクドに一人の男性が入ってきまして、ただあの今ね、マスク着用っていう義務が、ございまして、ただその男の人がもうなんやねんって、もう俺マスクつけねえってずっと言い張って、で店員さんやっぱりね、今これが法律やから申し訳ございませんが、ちょっとねお客さんにちょっとね、着用していただきたいと思いますって、言うても全然ね協力はね、しようともせず、でそのままね店から出ちゃったの。そんでまあこれまあ解決ではないかと思いきや、なんとその男性がすぐ店に戻って、そんで次の行動ね、ほんまにとんでもないです。カウンターにもう一度ですね、戻って、そんでズボン下ろして、そこでまあ何ていうか放水したわけですよ。もう当然ながらスタッフ全員もう結構びっくりしたスタッフもおったら、号泣したスタッフもおって、そんで一人のお客さんがですね、非常にですね、冷静沈着というんですか、すぐスマートフォン出して、画像撮ったんですよ。ただ正面じゃなくて後ろ姿を撮って、それそのまま SNS に投稿して、その後警察にも通報したと。でそんでそのレストランね、マクドの、防犯カメラで、実際その男の姿も映したということで、実際まだ、探し中っていうんですよね、まだ逃亡中ですね、要は。別に誰か、怪我されたとか、そういう事件ではないにしても、決して、コロナがあってもなくても、ね、
何ちゅうかな、自分のそのマクティンっていうね、未成堂々と出すっていうのは基本的には犯罪だと、いうことで、まあ、ただ今このご時世ですね、まあこういうことが、こういうルール、まあちょっと厳しくなってるんで、ちょっとね、まあ狂ってるっていうんですかね、まあストレスありすぎっていうんですかね、いう行動がね、発生、まあはしてるんですよね。これ事件は事件やけど、軽いじゃないよね。な、マックティンティ。どうしてもマックティンティって言いたかったんです。はい。今すべてのマックティンティのところに P、入れますんで大丈夫です。この放送は、決して Google さんがブロックしようとする対象には、なりませんので、ご安心ください。はい。マクドナルド次元放送の1位でした。いかがですか？急にこれ振って。この話はまあちょっと心が温まる話でございます。マクドナルド事件簿そこに。はい、その主人公はですね、主人公っていうか、まあ、これ実際にあった話なんやけど、83歳のおばあちゃんがね、やっぱそのいいね、マクドを食べたくてドライブスルーに行ったわけですよ。でドライブスルー、わかるよね、ドライブスルー、やっぱたまにね、注文しにくいっていうか、もう車の位置がちょっとね、ずれたりしたら、ちょっと注文しにくいし、まあ、実際その窓口まで行って支払いするときも、ほら、ちょっとね、こう、窓のカウンターと車の窓、こう、何ちゅうか合わせることがうまくできなかったら、ちょっとこう、難しいやり取り。で、まさにですね、その83歳のおばあちゃんがね、まあ、ちょっとね、まあ、運転しにくかったかな、そのドライブスルー。やっとドライブスルーウィンドウ、ね、2つあるよね。1つが、その、何ちゅうか、支払いする窓口。で、2つ目が、実際その商品、まあ、食べ物ね、受け取るっていうね、2つの窓口がございまして、ほんで、最初の窓口に行ったら、まあ、やっぱちょっとね、おばあちゃんやから、ちょっと時間かかっちゃってんの。要はこう、うまくなんか出したりすることも、ちょっとうまくできなくて、まあ、店員さんが、まあ、ちょっと丁寧にね、対応してはくれたんですけれども、どうやらですね、おばあちゃんの車の後ろにもう一台の車があって、で、若い20代ぐらいかな、の女性が乗ってて、で、やっぱね、若い人のせいかどうかちょっとわからないけども、気が短いらしくて、ずっとおばあちゃんにこう、遠いとこからね、まあ車一台の距離で、ずっとなんか文句言うたりしてたんですよ。聞こえんかったけれども、ただ後ろそのバックミラーで見たら明らかになんか文句、すごい不満な顔、しかもこうね、やってて、もう早くしろみたいな、すっごく不愉快なことをやってるわけ。おばあちゃんもこう、ごめんね、一生懸命やってんのになって。ただそのおばあちゃんがね、やっぱりね、人生経験が長いというんですかね、とんでもない行動を起こしたわけ。何やと思う？ブー、はい、タイムアップでございます。実はですね、そのおばあちゃんがね、なんとかね、この後ろの若い子になんか教えようとした。で、そしたらですね、スタッフに聞いたわけ。後ろのお客さんの注文は何ですかって聞いて、これですって。じゃあ、私が、支払いしてあげますっていうの、おばあちゃんが。素敵でしょ？そんで、その2人分の、まあ、ほれ、支払いも自分の分もね、後ろのその若い子の分も、支払いを終わって、まあ、スタッフも丁寧にね、もうレシートも渡したよね。まあ、おばあちゃんがこう支払いしたから、レシートも渡して、ただ、おばあちゃんが、あ、はい、大丈夫です。その後ろのお客さんにちょっと説明してくださいって。そんで、おばあちゃんの車がその最初のウィンドウ、最初の窓口からその次の窓口に進んでて、その後ろの子がやっとその最初の窓口にたどり着いたと。そんで、おばあちゃんがバックミラーでちょっとその様子見たわけ。最初のやり取りがやってて、そんで、まあ、若い女性が分かった、気づいた瞬間、え、まさか私の分支払いまでしてくれたのって、すっごく罪悪感をね、感じて、もう私なんてことしたの。で、同じように今度またこうね、少しこう、まあ体を、まあちょっと狭いから、すごい難しいと思うけど、どうやらおばあちゃんにこう、ありがとう、ごめんなさいっていうね、ジェスチャーと、まあ、なんちゅうか、まあ、口でわかるかなって、ありがとう、ごめんなさいってこうやっててね、で、おばあちゃんバックミラーで見てて、ああ、うん、まあ大丈夫、大丈夫って。そんで、おばあちゃんが、その、食べ物ね、受け取って去っていった。そんで、その若い女性が、まあ、なんちゅうことやったわ。私、二つ目のその窓口に行ったら、
その店員さんが、あ、なんですかって。で、その女性も、え、いや、先ほどちょっと注文したんですよ。このセット注文したんですよって。え、お客さん、それ注文したの？で、すごくやり取りが、なんかこう、合わんかったわけ。で、何があったかというと、実は、そのおばあちゃんが、2人分のレシートを持ってるんで、2人分の注文、全部受けたわけ。で、去っていたわけ。それだけ。でもそのおばあちゃんが、まあ、いわくね、まあ、若者、私にこんな無礼なことね、やってしまうと、ね、その罰としてですね、もう一度ドライブする最初からこう並んで、注文してくださいと。で、おばあちゃんが悪いことをやったか、どうかな、ほら、2人分のものもちゃんと支払いして、そんで2人でももらって、別に犯罪かなんか何でもやってないよねっていう話でございます。オチが。そう、俺もびっくりした、初めてそれ読んだとき。わあ、最初はもうすっごい心が温まる話かと思ったら、まあこのおばあちゃんはお見事ですね。そう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 、2点3点ね、先に行っちゃってね、まさに先に行っちゃったよ、ね、マクドのなんかね、美味しく食べたかな、ね、その日のそのお昼か、キャロリーは倍だったよね。うん、はい、いう、マクドナルド事件簿その2位でございます。どうですか、こんな感じ。今までこういうスタイルでやってなかったよ、ね、いや、分からんよ。うん、ね、そういうことで、最後の、3本目、朝一新事件。実はこれ、少しまあゾッとする話かな、少し怖い、という実体験言うのにちょっと感じちゃったよね今。それも怖いと思う。まあもうほんまこういうふうに喋るのも久々やからな。まあ私仕事でね、朝結構早い時間でね、起きるというね、習慣があるわけですよね。まあ6時7時とか7時も遅い方かな。まあとりあえずその日も、早いうち起きて準備しようと思って、最初は、まあ、トイレに行って、まあ、ちょっとあれを済ませてたら、ちょっとこう、顔を洗おうと。そんで、まあ、ちょっとね、鼻がかゆくて、急に、ハクションとね、くしゃみ2、3発したわけですよ。うんって。で、その後、軽くこう、鼻噛んだら、あ、すっきりなんもない。じゃあ、準備しようと、こう、歯磨こうかなんかやろうと思ったら、急にこう、Tシャツがね、すっごく冷たく感じたの。こう寝てる時も普通にTシャツ着てて、ツーンって着て、何これ何これって。たださっきちょっと顔とか洗ったから、もしかしたらちょっと水だけちょっとこう跳ねて、くっついちゃったんじゃないかなと思って、Tシャツ見たらね、濡れてないの。ってちょっと、何これってちょっと怖くて。でもまあ気のせいかなと思って、またちょっとこう、顔洗おうか。と思ったらまたツンってきたの、また胸が。これおかしいなって見たら、まあ全然濡れてないと。いや、これもしかしたら木のせいかなと思ったら、またこう顔を洗おうとしたら、まあ3回目全く同じ箇所にツンってきた。すっごく冷たくて、どうやら私の右の乳首がすっごく冷たく感じてんの。ただ、Tシャツがくっついていないとき、冷たくないの。くっついたら冷たい。だったらもう絶対あれやな。濡れてるんちゃうかと。ただ、よう見たら濡れてませんと。おかしいでしょ、うん、これちょっとなんか俺、やばいことやっちゃったかなと思って、Tシャツ思いっきり脱いだら、何にもない。まあいいかって。とりあえず急いで仕事しようと、仕事をちょっと準備して仕事に行くと。また T シャツ着たら、またツンってきたの。これおかしいって。今度また T シャツ脱いで、鏡こうかなり近づいてみたら、私の右の乳首に、でっかいのがくっついてました。山田くん、布団1枚。外してください。布団座布団ね。もうあのね、
うん、はい、珍事件でした。お食事中の方、申し訳ない。これもピー入れちゃうかな。まあそのとこにちょっとピー入れとこ。まあこう想像に今任せます。言っちゃって、あ、いやピー入れるかな。今言うてもだけれども、あとね、全てそのとこにピーとか入れるから、ほんならもうみんな非常に、まあ、愉快な気持ちのまんまで、引き続き、こちらのチャンネルぜひね、ご覧ください。何よこれ、ちょっとやっぱ久々にこれやってすっごく違和感があったね。どう、ね、うんね。ただまあ、また近いうちやろうかな。実はこの9ヶ月、ね、の間もうハプニングというか出来事がもういっぱいありすぎて、まあ、とてもそのワンエピソードの中で全部話しきれそうでもない、非常に濃い内容ですね。まあ、いいこともね、まあ、ありがたいことに、結構あったので、今日も生きてますと、ね、非常にね良かったなと、思います。で、まあ、そろそろ、まあ、今日この回ね、久々の回も終わろうとしようかと。俺の日本語やばいよマジで、はあ、どうしよう、頑張る。最後にですね、一つの、まあ、私かなり苦手な番宣なんですけども、まさか私も自分、まあ、番宣ではないか、宣伝か、プロモーション、何は、何やんですか。ですね、別のチャンネルで、マイケルのもうこういう悪いやつ、自分のこと宣伝しようとしてる、誰が聞いてくれんの。もうダメだ。はい、ラッキー治りました。はい、別の、チャンネル、マイケルの音楽工房の方ですね、工房もちょっと噛んじゃったよね、もう一回、はい、テイク2、マイケルの音楽工房の方ですね、まあ、オリジナル曲を、久々にアップしましたので、ぜひ、そちらの方も、チェックしてください。最後にこの画面にリンクとかに、貼りますんで、ぜひ聴いてください。はい、私はマイケル、そして横のヨッシーでした。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。それでは